スカラーペディアは無料で閲覧できる作読制度付きオンライン百科事典。力学系、計算知能、計算論的神経科学、天体物理学などの物理、応用数学、生命科学分野を扱っている。2006年2月1日にプロジェクトがスタートし、2015年3月6日現在の記事数は2341本。記事の執筆は、 ノーベル賞受賞者やフィールズ賞受賞者をはじめとした各界第一線の研究者たちによって行われている。スカラーペディアは2006年に神経科学研究所の上席研究員であるロシア出身の数学者、ユージン・イジケビッチによって設立された。イジケビッチはすでに大きい成功を収めていたオンライン百科事典プロジェクトウィキペディアの魅力と その学術的な利用の難しさという問題点を踏まえた上で、学術的に利用しやすい形のウィキペディアというコンセプトのもとに専門家によって執筆、査読されるウィキベースの百科事典、スカラーペディアを立ち上げた。立ち上げの当初は、サイトの運営にかかる費用は次の3点から得ていた。 米国科学財団の寄付ゆくゆくは販売予定の書籍版の百科事典の販売収入一般の利用者がスカラーペディアを経由して amazon.com で教科書を購入した場合に得られるアフィリエート収入2015年現在ではイジケビッチ自身のスタートアップ企業であるロボット開発会社のブレインコーポレーションが費用を負担しているスカラーペディアのよくある質問ページでは スカラーペディアの計算論的神経科学分野の記事拡大により、ブレインコーポレーションも利益を得ることができるとしている。スカラーペディアでは、ある程度の記事が出揃ったら、その内容を書籍の百科事典として出版していく予定になっている。今のところ、計算神経科学百科事典、力学系百科事典、コンピュータ知能百科事典、天体物理学百科事典の四冊が、 出版予定。しかしながら、書籍版の出版がスカラーペディアというプロジェクトの目標になっているわけではない。あくまでサイトの方が主であり、書籍版の発行はあくまでサイトの発展を支えるための一つの手段として位置づけられている。書籍版を出版する理由は次の2点である。書籍の販売益をサイトの運営資金の足しにするため、 オンライン百科事典というスタイルに不安を覚える専門家にも積極的にプロジェクトに参加してもらえるようにするためそのため書籍版が出版されたとしてもネット上で記事の無料公開記事の改定新規作成は継続して行われていくユーザー登録は実名と所属を伝えなければ受け付けてもらえないもし虚偽の情報や確認の取れない不確かな情報で ユーザー登録した場合、アカウントは削除される。また登録した実名と所属は公開される。スカラーペリアでは、各記事にキュレーターを割り当てるシステムをとっている。キュレーターとは、官庁、または、責任者という意味の英語である。キュレーターは、他のユーザーによってなされた編集を承認するかを判断する作読者であり、それによって、記事を健全な状態に保ち続ける役を担う。 最初にキュレーターになるのは記事を執筆した人物自身で記事執筆後自動的に執筆記事のキュレーターとなる。しかしその後、執筆者がキュレーターの役を辞退するか、または長い間作読を行わず、記事を完全に放置してしまった場合、別の人物がその記事のキュレーターとなる。キュレーターになるためには、博士号、または修士号を持つような該当分野における指導的な、 エキスパートであって、かつ大学、または研究機関に所属している人物であることが要件となっている。スカラーペディアの記事の執筆は、ウィキペディアと違って、各記事ごとに担当者が決まっている。執筆者は2つの経路で選出される。1つは、一般の百科事典などの執筆者選定と同様に、その分野の専門家が、各テーマの執筆に関してふさわしいと考える人を、 招待する方法である。2008年12月現在、この方法が数の上で最も多いものとなっている。もう一つの方法は登録ユーザーたちによる投票である。登録ユーザーたちが自由に執筆者をノミネートして投票し、その後選挙の当選者にメールで勧誘をかけ、承諾をもらって執筆してもらうという方法である。以下この特徴ある。 選挙方式による執筆者選定の流れを大まかに説明する。まず書いてほしい記事がある登録ユーザーがページの左端の検索窓にその単語を入力する。ここでゴーボタンを押すとその単語の記事が存在していないならば緑色の文字でイニチアテイレクションオブローサーズフォーエモーションというリンクが表示される。ここでリンクをクリックし エモーションという記事の執筆者を選び出すための選挙ページを立ち上げる。選挙ページを立ち上げたら次に候補者をノミネートする。ページ、エレクションフォーレムには緑色の文字で現在執筆者を選挙中の記事の一覧がリストされており、登録ユーザーはある記事を執筆するのにふさわしい人物を知っているならば候補者として適宜追加していく。この時、 その候補者がどこの誰でどんな本を書いていてこのテーマに関してどんな業績があるか等の一般的な情報を併記する。候補者は別にユーザーが直接知る人物である必要は全くなく基本的に世界で最も著名な研究者や当該分野における研究のパイオニア的人物が名前を挙げられる。ノミネートが出揃うと登録ユーザーによる匿名投票に移る。 投票は結果が出るまで誰の得票数が多いかも非公開であり今まで総計何人が投票したかのみが表示される投票者数が100人に達するかまたは3ヶ月経つかで投票が締め切られ結果が公開されるここから投票結果に従い得票数最多の人物にメールで記事の執筆を依頼するここでもし心よい回答がもらえれば それで執筆者の選び出し作業は終了となる。しかしもし色い返事がもらえなければ、辞典の人が繰り上げ当選となり、辞典の人物に対してメールで執筆依頼をする。以上で執筆者の選定作業が終了する。もっとも、初期の執筆者の選定は、いじけビッチ時期時の判断によるものであり、選定が投票制度へと移行したのは執筆者を含む。 ある程度の登録ユーザーが確保されてからのことである。スカラーペディアには数多くの著名な研究者が執筆に参加している。理論を打ち立てた本人がその記事を執筆している場合もある。以下にその一例を示す。スカラーペディアのコンテンツはクリエイティブコモンズ表示から非営利継承3.0非移の下で公開されている。 CC ライセンスを採用したのは2012年中頃からである。歴史的にはサイト立ち上げ当初はスカラーペディアのすべての記事はコピーライトの状態で公開されていた。途中から記事のライセンスを各記事の執筆者が選択できる選択性が採用された。これは記事の執筆者が1コピーライト2クリエイティブコモンズ n by NCND-3.0 3GFDL の3つのライセンスの中から選択できるようにした仕組みである。しかしこの選択性のオプションは執筆者たちにほぼ利用されていなかった。2012年にサイト内のコンテンツ全体がクリエイティブコモンズライセンスの下で公開されるようになった。スカラーペディアでは多数の人間が同時に編集に参加できるウィキシステムを採用しソフトウェアに ミディウィッキーを使用している。そのため、ウィキペディアとほとんど同じインターフェースを持ち、ウィキペディアを利用したことのあるユーザーにとっては、親しみやすいシステムとなっている。ありがとうございます。